シェルビー軍はアメリカ合衆国テネシー州の南西宮に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は92万7644人であり、2000年の89万7472人から3.4%増加した。人口でも面積でも州内最大の軍である。軍庁所在地はメンフィス市であり、同軍で、 人口最大の都市でもある。シェルビー軍はミシシッピ州とアーカンソー州にもまたがり、8軍で構成されるメンフィス大都市圏に属している。シェルビー軍はテネシー州知事を務めたアイザック・シェルビーにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は784平方マイルで、あり、このうち陸地755平方マイル。 水域は29平方マイルで、水域率は3.71%である。州内の標高最低地点が、シェルビー郡のミシシッピ川沿い、メンフィス市域のすぐ外にあり、そこからはミシシッピ州に入る。主要高規格道路区港メンフィス市中心から、南3マイルにメンフィス国際空港がある。軍政府は選挙で選ばれる一人の軍長と、 5つの選挙区から選ばれる13人の軍政委員会で構成されている。軍政委員の任期は4年間である。その他に選挙で選ばれる役人は、保安官、警察署長、信託官、税徴収官、監査官、資産評価官がいる。軍政府の年間予算は11億米ドルであり、6000人を雇用している。 人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。シェルビー農場公園シェルビー群庁舎は、メンフィス市アダムズアベニューの北2番通りと北3番通りの間にあり、ジェームズ・ギャンブル・ロジャーズが設計し、1909年に完工した。新古典主義建築であり、重量感のあるイオニア式柱に支えられたコーニスの上に長いポルチコがある。 ペディメントには彫刻家ジェイマッシー・リンドが制作した、教会法、ローマ法、成文法、民法、刑法を表している。北側ファサードのコーニスには、女性の像で、高潔、勇気、慈悲、節度、分別、学習を表現している。主玄関の側面には、等身大の座像で、知恵、公正、自由、権威、平和、 繁栄を象徴している。映画、羊たちの沈黙では、ハンニバルレクター博士が、牢屋から逃げ出す場面に使われた。州内では、最大の軍庁舎である。メンフィス市を除く、軍全体は、シェルビー軍教育学区が管轄している。メンフィス市内は、メンフィス市教育学区が管轄している。2010年12月に、メンフィス市教育委員会が、 その認可を解消することを決めたために、2013年から2014年の学校年度でメンフィス市教育学区は暫定的に解散されることになっている。その後は、シェルビー軍教育学区が全軍の公立学校を運営し、新しく作られる自治体教育学区に入る学校のみが例外となる。シェルビー軍公外部は2012年8月2日に、 郊外部自治体教育学区の創設を決めた。郊外部のすべてが自治体教育学区の創設に賛成し、3秒差で消費税率上げを拒絶したミリントンを除き、すべての郊外部が学区創設のための消費税率上げを承認した。同年11月27日、サミュエル・メイズ判事が自治体教育学区の創設を違憲であると判断した。 郊外部は控訴するかどうかをまだ決めていない。メンフィス市には、バプテスト健康科学カレッジ、クリスチャンブラザーズ大学、エンブリーリドル航空大学ワールドワイド、ハーディング人学校、ルモイン応援カレッジ、メンフィス芸術カレッジ、メンフィス神学校、ローズカレッジ、南眼科カレッジ、南西テネシーコミュニティカレッジ、テネシー大学健康科学センター、メンフィス大学がある。 コルドバにはミッドアメリカンバプテスト神学校がある。ジャーマンタウンにはユニオン大学のキャンパスがある。ありがとうございます。